はい、どうも皆さんこんにちは。バイオリン道場へようこそ。今日は新しいバイオリン教本3ですね。3冊目です。もうついに3冊目まで来てしまいました。1冊目2冊目っていうのは、1冊目の方を初心者との練習動画の方で上げていますし、2冊目の方は僕の動画で新しいバイオリン教本2という再生リストがあったと思います。そちらの方にあります。そして今日は3番目の3冊目の本の2個目の威厳の基礎練習というところを皆さんと一緒に練習してみたいと思います。ですのでね、この動画最後まで10分程度の動画なんですけども、これ最後まで見ていただけると威厳の基礎練習についてが分かります。というわけで、威厳が苦手な人ですね。威厳は難しいですね。僕も苦手です。威厳が苦手な人が少しでも威厳が得意になるように、どうやったらいい練習ができるんだろうということで考案されたものを今日練習しますので、ですね、こう威厳の仕組みとかですね、そういうことを考える、そういうのも必要ですし、実際に地道に練習するっていうことも、バイオリンを上達する近道になるかと思いますので、ぜひともですね、この動画を見ていただいて一緒に練習してみていただけたらと思います。というわけで、ただですね、この動画初めてご覧になっている方いらっしゃると思うので、初めて動画をご覧になってくれる皆さんは初めまして、バイオリン道場の動画ではですね、このように僕が教本の解説、解説といってもですね、僕ごときの解説、どこまで参考になるか分かりませんが、僕が分かっている範囲のことをお話ししています。それからですね、テクニックのことの解説とかですね、スピッカートとかソーティエとかそういうことの解説もしてますし、しおりさんっていうバイオリン完全に初心者の方と一緒にレッスンをね、しおりさんにしながら、バイオリンをね、初心者の方でも始められるようにっていうコーナー、再生リスト、そういう企画もやってます。あとはですね、小道具とか雑談とか、そんなことが、話す、そんなことを話す動画を出してますので、ぜひともチャンネル登録していただけたら嬉しいです。他の動画も見ていただけたら嬉しいです。ということでやっていきましょう。威厳の基礎練習、これはメリーさんの羊がね、1巻でありますよね。それの、アレンジという言いますか、そのメロディーを使った練習になります。これ練習するときに、まず2番の最初のところこういくわけですが、重要なことはこの右手が円を描くようにというところがポイントです。ちょっと離れてやらないと見えないので、このぐらいで弾いてみましょう。この角度だとよく見えますかね。これこのぐらいのテンポでやると円には見えないですが、速いとに円ですよね。元の方でボン、先でボン、このように円を描きます。ですからそれを少し意識していただくと右手が回しやすくなります。そして右手をそうやって回しやすくすると同時に、ちゃんと左の楽器の弦、しかるべき弦の傾きに弓がなっている必要がありますので、それはそれで意識を向けます。それが合わさった時に綺麗な威厳ができるわけです。いかがでしょうか。これはですね、根気よくゆっくりから練習していただけるととてもいいかなと思います。これなかなか早くいきなりやろうとするとどうなるかと言いますと、右手に力が入って威厳ができないと、こんな感じになってしまうわけですね。ですからこういう風になってしまう方がもしいらっしゃったらですね、その速さでの練習をまずやめることからスタートです。早く練習しても何も得られることってない。何もって言うとちょっと極端ですね。あまりないと思うんですよ。なのでゆっくり、あまりフォルテの音出さなくてもいいですからね、ゆっくりと自分の体の動作を確認してみてください。
そして難しいのはこっからですね。こっから次の方法で練習することという恐ろしい言葉が書いてあります。これ皆さんやりました、もしこの新しいバイオリン教本3をやったことがある皆さん、2番今のやつだけ弾いて、次のこれはザイツじゃない、ザイツのコンチェルト行きませんでしたが、この次の方法でっていうのがめちゃめちゃ難しいですよ。まず、これは1番は2個ずつのスラーです。こんな感じ。これは8の字ですね。 ここ見ててくださいね。8の字ですよね、これね。8の字なんですよ。この8の字、結構ね、最初は難しい、方も多いかもしれませんが、これは力をとにかく抜きます。力が入ってる。うまくいきません。難しいですよね、これね、ゆっくりから練習してみてください。そして2番は4つですら、いや非常に難しいですね。これもゆっくりです。ポイントとしては弓を返すときってあるじゃないですか。この返すときにちゃんと次の弦に乗ってることを確認します。ここからに移るときに、例えばってやるんじゃなくて、ここまで来てからちゃんとここも、これを瞬時にやります。疲れましたという感じに僕も疲れます、こういう意地悪な練習をねすると。はい、というわけでこれもですね、頑張ってやってみてください。3番いきましょう。3番は8つ8個で1つのツラ。長くなると長くなったで難しいですよね。これも特に新しいテクニックではありません。まあ、あとポイントがあるとすれば、弦が変わった時にこのデー線とアー線それぞれ、例えばデー線だったら真ん中の角度だったらですけど、このゲー線に寄せたとこでもギリギリ音がこの辺音は出ますし、アー線よりでも音は出ます。真ん中だとこう、まあ、よくなりますけど、ということで威厳をするときにわざわざ遠い方をですね、こうやる必要はないです。この角度は必要ないではなくて、これでも十分変わりません。なのでではなく、このようにですね、こう角度の差変わる、角度が変わるのを少なくしようというふうにすると結構うまくいったりもします。まあメトロノームを使ってね、いただいて練習するっていうのも一つの効果的な方法かもしれません。では、
次は4番、今度は16個いきましょう。いやー辛いですね。元に来た時が辛い。これも新しいテクニックはありませんので、今お話しした通りの方法でぜひ根気よくやってみてください。まあ、練習するポイントはですね、自分がちょっとなんか嫌だなって思うぐらいでやめるぐらいがいいですね。それ以上に頑張ってやるっていうのは精神衛生的に良くないですから、あくまでもやっぱり楽しんで音楽を味わってバイオリンを弾くってことを味わっていたいわけです。ですからそれはちょっとね気をつけてくださいね。はい、では5番いきましょう。5番はですね、テヌートが書いてありますから横棒ですね。横棒はテヌートですので、これは弓を弦から跳ねたりとかしないわけです。これは滑らかにつなぎます。ああうまくいきませんでした。はい、では6番逆です。分かんなくなりますよね。ゆっくりやってくださいね。はい、7番はまた違うパターンで、テヌート。はい、かなりきついです。はい、8番いきましょう。これはいやーもうわけわかんなくなってきました、僕も。はい、皆さん頑張りましょう。9番いきます。これはだんだん元いっちゃいますね。1拍目だけがテヌートですから、あのスラーがないですから、その時にちょっとまあ拍を多めに伸ばして、なるべく先の方にっていう風にやるしかないのかなという風に思います。はい、では、10番いきます。今度は先に行きますですね。難しいし、あんまり僕もこれお手本にはなってないですよね。これもテヌートレガート意識してゆっくりと練習するということが必要かと思います。じゃあ11番ですね。これは全部切るパターンかな。はい、11番は全部切るパターンですね。これテヌートが書いてあるのと書いてないのっていう違いですね。何も書いてない最初のやつと、だからもしかしてこの作者はこの2番の最初、僕が解説したこういう、これは一番最後の11番のところでやるようにということなのかもしれません。はい、こうですね。はい、じゃあ12番いきます。間違えました。はい、ということになります。いかがでしたでしょうか。ちょっと長くなっちゃいましたね。もう15分ぐらいになっちゃいましたというわけですが、まあ、この練習はですね、僕にとってもかなりハードな練習になりましたので、僕もちょっとやってみようかなと思います。日常生活の練習で取り入れてみてもこれいいなという、結構良質な
教本だと思いますので、ぜひ皆さんもですね、威厳のトレーニング嫌にならない程度にやってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンぜひともよろしくお願いします。 LINE の公式アカウントもありますので、概要欄のリンクをポチッとタップしていただけるとお友達登録できてメッセージの交換ができるようになります。ぜひよろしくお願いします。ではまた皆さん、次回の動画でお会いしたいと思います。さようなら。